カップコルスの位置カップコルスは、フランス、コルス東北端の半島。カップコルス住民は、自らの住む土地を、島の中の島と呼ぶ。カップコルスは、北へ突き出た岬の名称ではなく、半島全体の名称である。半島の付け根にあるバスティアから、北のサンフロランガまで、南北 40km、幅 10km から 15km の広さがある。 半島の中央部を南北に山地が走る。南のピニュー山地は標高960メートル、北のカステル山地は540メートルである。カップコルス最高峰は標高1322メートルのシマディエフォーリーシエである。カップコルスの海岸線はギザギザに入り組んだ複雑な形状で数カ所の砂浜がある。地形は通常。 海に向かって急に標高が低くなっている。カップコルスを一周する、約 110km の D18 道路を走ると、コーニスに似たパノラマが広がる。カップコルスの先端の岬には、海上からの攻撃を防ぐため建設されたジェノバ、共和国時代の塔を3つが集中してそびえる。カップコルスは、地中海性気候である。 ジェノバ支配時代の当時ラリアに残るジェノバ支配時代の当、ロリアノに残るだ、マーレ家の城の廃墟カップコルスで発見された、最も古い人類の骨格は、約6000年前のものである。古代ギリシャの地理学者プトレマイオスが、コルス島の北東端を、ヒエロン・アクロンと記したのが、最古の記録であり、ローマ人は、ラテン語で、セイクレム・プロムントリアムと呼んだ。 カップコルスには、ウワナシニ族が住み着き、テソロ、トーレ、ビッテラジュに取り出を築いていた。紀元前7世紀、エトルリア人たちは鉄を作りワインや穀物を生産するウワナシニ族と交易を行っていた。紀元前545年、キュロス2世がポカヤを征服すると、3万人ものイオニア人が、エトルリア人とカルタゴ人との交易地である場所を奪おうとアレリア。 そしてコルシカ全体を欲した。紀元前111年、ローマが上無しに族を駆逐し多くの平野を奪った。この時代にローマ人たちが多くの定住地を築いた。セネカはコルシカで亡命時代を過ごしたとされている。ローマ支配下において神殿が各地に建てられた。ローマ衰退後、強力な支配者に支配されることのなかったコルシカは、 バンダル族、ロンゴバルド族、海賊に襲撃され、長い不安と混沌の時代を送った。457年、コルシカを襲った、バンダル族は、ビクス・アレリアーナスを廃墟とした。534年、島は、東ローマ帝国の侵攻を受けた。754年に、ロンゴバルド族の侵攻が起こり、タミナが襲撃された。774年、 カール大帝に敗北したロンゴバルド族は、コルシカをローマ教皇ハドリアヌス一世へ割上した。8世紀初めから沿岸部をサラセン海賊が襲撃し始めた。734年、海賊は、ノンザを燃やし、824年には、ネッビオをシ土にした。9世紀半ば、コルシカの実質的な領主、トスカーナ公爵ボニーファッチョ二世は海賊に襲われる。 コルシカを放棄した。住民2万人余りがローマに逃れた。封建主義が現れると、イスラム教徒からの再征服が進められ、ウーゴコロンナが、ローマ教皇によって、コルシカ伯爵とされた。島の北東部は、ボニファッチョ2世の子孫、オベルトが領有を主張した。オベルトは、マラスピーナカ及びオベルテンジ家の先祖である。各地に、地方貴族がおり、 貴族間の争いには、ピサ共和国やジェノバ共和国が加担していた。9世紀終わりから11世紀初めまでのカップコルスは、民が自治を行っていた。私有地は、非常に稀であった。行政組織が土地を管理し、農民はアマを栽培していた。支配層は、質の良いリネン織物の衣類を身につけたのに対し、仮想民は、ヤギの毛でできた衣類を着ていた。 カップコルスの岬の町は、トスカーナとの貿易で繁栄していた。ジェノバの実効支配が中世後期から続いたが、その間もアラゴンやフランスが貴族間の戦いの背景にいた。16世紀初頭コルシカをめぐって、フランスと同盟したトルコが沿岸を荒らし、ジェノバは神聖ローマ帝国と同盟して戦っていた。しかしジェノバは劣勢であり、1558年には、 バスティアとカルビを領有しているに過ぎなかった。1559年に、加藤カンブレジ条約が結ばれ、コルシカが、ジェノバ領と認定されても、1563年まで、サラセン海賊が沿岸部を襲った。ジェノバは島に民法と刑法の特権を与え、これは1789年まで続いた。1592年、カポコルソ県が、島北部に置かれると、 ダマーレケが所有してきたードが消滅することとなった。各コミューンをゴンファロニエーレが領有する体制がポデスタに置き換えられた。島の他の地域では次第にジェノバが影響力を失い始めコミューンの力が強まった。1757年パスカル・パオリによってカップ・コルスはイタリアの独裁から脱した。1768年ロリアノは フランスに新設されたカップコルス県の県都となった。カップコルス西岸のコミューン、かなり。斜面に住宅が続く非常に特殊な港と、集落によって、カップコルスの定住地は、わずかばかりの土地の起伏の上に限られる。カップコルスのほぼすべてのコミューンは、多くの場合、一箇所か二箇所の港と海を一望できる、標高の高い場所に、教会や礼拝堂を中心として、 村が集められている。かつてこうした小さな漁港は小川の奥に隠れ砂浜に沿いバルバリア海賊からの攻撃に脅かされていた。緊急時小さな港は一箇所以上の監視塔に守られ人口減少のために町は標高の高い場所に依存しなければならなかった。現在の漁港及びマリーナは所属する郡庁所在地よりも多くの観光客を 特に夏の観光時期に引きつけている。カップコルスは、肥沃な土地と、多様な濃厚文化がある。葡萄園、果樹園、オリーブ園である。特に柑橘類は、長い間カップコルス住民にとって、重要な収入源であった。今日、重要なワインの葡萄畑は、カップコルス東側にある。カップコルス南部の重要なワインは、 パトリモニオとバルバジオの奥パトリモニオである。レレベズショックジュールアキャプチャー、コルスデューピ1921、ジオグラフィーブック3チャプター2、セブンスマップオブヨーロッパ。ありがとうございます。